一、えー、人目の方です。あくまで画像はイメージなんですけども、58歳年収800万、貯金が3000万あって、えー、結婚したことはないそうです。上場企業の次長を現在されておりまして、まあ、この会社1本で職歴36年ということでございました。はい、そっか、ジャの久保です。えー、今回ですね、50代が婚活するなら、この人はどうかなということでね、まあ、何人かの方を紹介していきたいと思います。 え、プロフィールは現実のものですけども、ただ画像の方はね、プライバシーの関係もありまして、まあ、今のところイメージなんですけども、ご本人さんとそう遠くないイメージで作っておりますので、まあ、大体のイメージはできると思います。え、それではね、二人目行ってみましょうか。二人目はこの方です。はい。えー、っと、ちょっとずれてますね。はい。会社員で55歳。年収は450万と控えめですけども、えー、現在ですね、 課長をされております。まあ私がいつも言ってる50代で課長だとちょっとダメですよってことに入ってるんですけども、出世のチャンスになかなかね、預かれなかったのかもしれません。えー、中堅大学卒で結婚歴がなしと。貯金はこれも控えめで800万ですね。まあないよりは随分いいと思いますけども、さすがにね、60を前にして貯金800万で年中400万、50万だと、敬遠する女性も多いのかもしれません。さあ次行ってみましょうか。 えーと、3人目。はい、こちらですね、えー。56歳です。ちょっと年齢よりも老けてるように見えるんですけども、会社経営をされていて、えー、1回結婚されてます。で、養育費があと2年残ってるんですが、現在年収400万で貯金が1200万とうーん。まあ、かもなく、不可もなくっていう頃なんで、実際にお会いしてどんな方なのかっていうところから始まるんじゃないかなっていうところですね。はい。まあ、ちなみに会社を売却すると、 ちょっとしたまとまったお金が入るんじゃないかなというふうに私の面談で判断しました次ですどうでしょうかはい、えー、スポーツインストラクターさんね20年されてますベテランですねまあ年収は職業柄そんなに高くないまんま53歳に入ってしまったんですけどもコツコツと貯めた貯金が300万バツ1ということですねまあお子さんはいらっしゃらなかったようですけども20代 背面のうちに結婚して、えー、伸び悩む年収に、まあ、奥さんがちょっとね、えー、離れていったってことなのかもしれません。大体そんな感じで聞いてますけども、詳細は直接お話しください。次行ってみましょう。次は、この方ですね。はい、えー。52歳。事務職をされていて年収が350万。えー、実家暮らしで貯金が200万。 うーんこの年収で実家暮らしで貯金200万ってことは相当趣味にお金を使われたのかもしれないですね。えー、結婚経験はなしで飼い犬がいますよってことですね。まあ、あの、実家でご両親と一緒にね、飼われてるのかもしれませんけどもねうん。この方はどういう評価になりますかね。まあ、結婚を求めているらしいんですけども、あんまり積極的に、えー、婚活してるようには思いませんでした。次です。最後の一人です。はい、この方。 えー、営業職をされていて、年収400万、56歳、貯金が300万、婚歴はなしで、で、趣味はドライブということなんですけども、まあ自動車のね、あの営業みたいですけどもね、まあこの年で年収400万ってことは、あんまり営業成績に恵まれなかったということなのかなと思いますし、まあ貯金もね、一人暮らしをしていて、 この年までやっていくとあんまり自由に溜まりもしないと思うんで、貯金300万は結構ね、地道に溜めた方だと思います。多分この方は趣味でドライブということなんで、本当にその他にお金を派手に使ったりとかはされずに散在しないタイプの堅実タイプなんじゃないかなと思います。で、その反面やっぱりね、大きく挑戦することもなかったんで、年収がまあこのあたりで、えー、落ち着いてるってことなのかなと、うん。なかなかね、これ再雇用をしようと思っても会社の方では特に そこまで強く残ってほしいと思われないような人物像に見えますね。年収400万ってことはね、うん、やっぱりこう、引い出た営業能力もないっていうことだと思いますし、同時に、まあ、肩叩きをするほどの、あの、まあ、落ちこぼれでもないんで、まあ、会社としてはすごくくすぐったいってことですよね。で、再雇用を強く願うようだったら、まあ、年収をね、250万ぐらい落として、 席はあるよっていうところじゃないかなと思います。まあ、いずれにしても56歳。もうそろそろ役職も狙えずに、えー、この通りね、特に役職ついてないんで、えー、最前線の営業職。これをずっと、うん、抜けられなかったっていうタイプなのかもしれませんね。まあでも性格は明るくって前向きでね、えー、とっても気遣いのできる。まあ、性格が豊かな方だと思います。豊かっていうのは、うん、大富豪、性格大富豪ね。一緒にいて悪い感じはしないと思いますので、 あの、地道に生きていたい、生きていたい女性の方にはぴったりなんじゃないかなと思います。はい。今回ご紹介したのはこんな感じです。あの、写真はあくまでもイメージなんでね。ただあまり本人とは遠くないものをセレクトしてますんで、まあこれ AI 画像で作ってもらったんですけどもね。結構ね、本人のイメージをよく表してる画像にはなってますよ。まあこんな感じで婚活をしたい方は直近6名私の方にね、あのー、今年に入って、 何、えー、とか紹介する機会を作ってくれということで来ております。えー、以上です。お疲れ様です。